アミアンの和訳は、ナポレオン戦争中の1802年3月25日に、グレートブリテン及びアイルランド連合王国とフランス、第一共和制との間で締結された、講和条約である。アミアン講和条約とも呼ばれる。条約は、フランス北部の都市アミアンにおいて締結された。ジェームズ・ギルレーによるアミアンの和訳の風刺が、10年ぶりの、キスイギリスは1793年に第一次。 大仏大同盟を結成して、フランスへ宣戦線して以来、フランスとの間で戦争状態にあった。だがオーストリアが1801年に、ルネビルの和訳を締結して、第二次大仏大同盟から脱落すると、イギリスのみが戦争を続けることになった。同年、イギリスでは、対フランス強硬派のウィリアム・ピットが、国内の宗教問題などから退陣し、 対フランスユア派のヘンリー・アディントンが内閣を組織した。フランスでも第一統領の地位にあったナポレオンは対外戦争より国内の安定を重視し講和は望むものであった。こうして1802年3月にフランス代表タレーランとイギリス代表のチャールズ・コーン・ウォリスによって講和条約が締結された。講和条約においてイギリスはマルタ島 ケープ植民地、エジプトといった占領地から軍を撤収することを訳した。これによってマルタ島はヨハネキシダン歴史団へ、ケープ植民地はオランダへ返還されることになった。フランスはナポリン国、ローマ教皇領から軍を撤収することを訳した。以降、ヨーロッパでは1年余りにわたって平和な期間が続いた。しかし、 アミアンの和訳における取り決めはほとんど遵守されなかった。英仏両国は経済的にも相争う関係であり、特にフランスによるヨーロッパ市場からのイギリス製品の締め出しはイギリスにとって許容できないものであった。1803年5月、イギリスがオランダでフランスの船舶を打破したことを契機に両国の関係は再び悪化し、5月16日、 イギリスは和訳を破棄し、再度フランスへ宣戦した。ありがとうございます。